はい、どうもこんばんは。今日はね、ヒカキンさんに何でアンチがいるのかってすごい詳しい、こう言ってみようと思います。なんでアンチがいるのかっていう、動画がつまんないとか面白いの以前に、やっぱり、YouTube の広告が鬱陶しいっていうのはやっぱね、アンチが増えると思うね、やっぱり。広告がただでさえ鬱陶しいし、で、その広告費がもらって、視聴者を食い物にしてるっていう見方があるんだよね、もう一つは。うん。そう。YouTube の広告収入をもらうと、やっぱり本当ね、インストリーム動画とか本当邪魔だし、スキップできない動画とか来たらもうこいつマジ腹立つと、あって思うじゃん。それがやっぱりアンチが増えるんだよね。おもんない動画出して、しかも広告が鬱陶しい、視聴者を広告収入の食い物にしてるってことをやっぱ考えると、やっぱりアンチがつきやすいなと思うんだよね。そう。うん。じゃあお前広告収入つけとるのって言われるよ。俺広告収入つけてないから。見てみ？動画を。広告収入全部外してあるから。収益化するとね、なんていうかな。自分のやりたいことができなくなるのが俺嫌だ。もう。なんかね、アドセンスを煽られると思って、なんか過激な発言とかできなくなるし、バンされるのは怖くてね。そう。そういうのが多くなっちゃうんだよね。要するに。だから、もう広告収入は、他も受け取ってないですね。そう。アンチは増えるよ、ほんと広告収入やると。だって、おもんない動画上げて広告収入得ると思うと、やっぱ普通の人間だったら嫌悪感抱くだろうし、そう。そういうところかなと思うよね。面白い動画上げてはまあと思うけど、つまんない動画やったら、これはと思う時があるよね。これ、ヒカキンさんですじゃなくて、視聴者の心理を話してるだけ。俺の考えじゃないから、それは。みんなどう思ってるのかっていう考えだからね。そう、広告収入はやっぱりね、うん。YouTube で自分を誰かに伝えたいと思うときはやっぱ使うべきじゃないのかなと思うよね。だってニコニコ動画だって広告収入ないからね。生放送も。うん。やっぱ金のためにやるっていうとやっぱりね、ちょっと面白いことができなくなるってことがあると思う、やっぱり。普通の自分を出すにはやっぱりね、広告収入がないね、普通の動画を上げるべきなのかもしれないと思うよね、俺は。うん。まあ、そんなとこかな。あとね、もう一つ言うと。まあ、なんて言うかな。動画をボランティアで上げてる人ってやっぱりね、ホリエモンとか動画みんな見てもらったらわかるけど、広告収入がの、なんかインストリーム動画とかないんだよね、ホリエモンの動画には。だから、YouTube チャンネルを、まあ、大体ボランティアみたいな感じでやってるんだよね。そこがちょっとヒカキンとホリエモンの違いかなと思う。ホリエモンは結構社会貢献みたいな感じで動画出してるからねって話だよね。まあ、お疲れ様です。